チャンピオン。ふざけんじゃねえ。死にだもんなと思って、めっちゃなる。武田さんにはとてもみたいな。富士山でしょ、ラッタさんでしょ、これも完全に高森ですよね、これ。高森の完全に高森、高森シークリックだ、ね、ピクリックですよね。あー、結構1日があっという間に終わる。まあ朝早いし、早いし、昼も早いし、3時ぐらい終わってますんで、3時ぐらいで終わる、3時に終わってます。そう、もしすごい暇だったら、6月8日、すごい暇だったら、6月8日、はい、公園に土を入れてしまう。暇だったら、10時から土を入れて、ドカタをやってくれる。そう、あそこ平らにしなくて、成長する。本当？本当、6月8日。6月8日はモナコだからダメですね。モナコですね。カナダだからダメですね。カナダはダメですね。ここにしか使えないんですね。このサイズ、他に使うサイズじゃないんです。でしかもみんなそんなに取り外しにくい。そうそうそう。もう面倒くさいからって5本のところ3本しか常に付けてないんです。なるほどなるほど。整理上手。あ、今計測ソフト止めてるのは、はい。そういう、そういう意味がそうですよ。なんかプレゼンの方すごいですね。なんか世界戦みたいな。ああ、体育館でやるっていうのなんかすごい真剣な。本格的なコースね。そして、そしてワイマックス届かない。そうそうそう、県外。全然ダメだ。県外。グリップ材使っていいんですか？グリップ材、うん、カーペットいけるかな。そんな染み込むほどないし。福岡に仙台の CRC もいたみたいですし、仙台？仙台の CRC。ああ、結構ね、出てない人が多いんだよね。あ、そうですね、うん、プレだ。いや、本線も出ないって人が結構いる。本線もあそこ出るんですか？そうそう、同じ。多分レイアウトも同じなんじゃないかな。マジか、うん、そんなに一緒なんですか？はい、それでは時間になりましたので、ミニッツのストッククラスの予備予選からスタートしていきます。イッチさんとラッサさんからコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。イッチさん、前回までのレースが8秒639、これが自己ベストです。ラッサさんは9秒366がこれまでの時計回りの自己ベストです。それではポンダーの確認からお願いします。もっと8秒台が出るらしいですよ。そうそうそう、この間出たの。練習走行だったね。
はい、イッサオッケー。どっかで聞いたことあるね。はい、ラス、両者ともポンダオッケーです。さあ、このクラスイッサは8秒63、ラッサさんの8秒36がベストです。さあ、ラッサさんは1周目からその自己ベストを上回るタイム出てますね。練習走行ですけども出てます。高木さんの例が11.20。 練習走行は頑張ったらダメなんだって。はい、それでは行きましょう。よいしょ。プラクティス終了です。出走順1人ずつ、イッサン、ラッサさんの順です。それでは2分間のベスト予備予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、1、3スタート。ラスユータ松田スタート。はい、全車計測開始しました。8秒86、ラッサさん9秒53、さあ2周目ラッサさん自己ベストを上回ってきた、9秒134。これまでのベスト 0.2 秒縮めています。さあ2分間のベスト1ラップで予選の組み合わせを決める予備予選を行っています。このヒートトップタイム1さんが1周目にマークした8秒86です。続いてラッサさんの9秒13と続いています。さあ時計は1分になろうかというところ、残りが1分。さあ残りが間もなく40秒です。さあ残り30秒。さあ なかなか静かな展開ですが、1.38秒779、トップタイム更新しています。さあ間もなく時間となります。コールあるまでタイム有効です。ラスユータ松田ゴー ル,、はい、ゴールレース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。1.38秒779、ラッサさんが9秒134でした。はい、続けて予備選2組目、高木さんと小山さんのヒート構想です。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TKG 小山10が自己ベスト、小山さんは8秒79が自己ベストです。そうですね、うん。さあ先ほどのヒートでは1さんが8秒779出しています。はい、小山さんポンダ OK です。これ ICS の設定とか遅くしてないでしょ。大丈夫ね、うん。13.36。はい、全車ポンダ OK です。9.70。
89.17。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。出走順、高木さん、小山さんの順です。それでは2分間スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。 DKG スタート、小山10スタート。はい、計測開始しました。さあ1周目、高木さん10秒23、小山さんが9秒35。さあ高木さんが9秒170をマーク、これ3番手タイムです。総合3番手タイム。さあ高木さん9秒04で総合2番手タイム。高木さん9秒02総合2番手タイム。さあ1分経過、残りが1分です。高木さん刻んできた9秒02、1000分の2秒縮めてきた。さあ小山さん9秒14、これは総合14だから総合4番手タイム。ラストアップさんまで1/100秒。さあ小山さん9秒136、1000分の2秒差。高木さん8秒98自己ベストを更新している。ごめんなさい、このヒートのベストですね。残りが間もなく15秒。高木さん8秒91刻んできている。さあ高木さん8秒831、総合2番手タイムです。間もなく時間となります。コールがあるまでタイムは有効です。TKG ゴール。はい、高木さんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。高木さん8秒831総合2番手。小山さんが9秒136で総合4番手、前と1000分の2秒差。はい、それでは予選1回目4時半スタートします。1組目ラッサさん小山さんのヒートからスタートです。はい、はい、予選1回目は4時半スタートします。
あ、今回も送ったけど、やってくれた区役所の人が、はい、それでは時間になりましたので、ミニッツストッククラスの予選1回目スタートします。まずはラスタさんと小山さんのヒント。プラクティス時間は2分。ラスタさんは前回までに19周7秒がベスト。出走ドライバーは那須雄太松田小山10。直接対決。はい、ラッサ3ポンダー OK です。はい、小山さんも OK。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、ラッサさん、小山さんの順です。それでは3分間の予選1回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。ラス・ユータ・マツダスタート、小山ジュースタート。はい、計測開始しました。さあ、ラッサさんは19周7秒、小山さんが20周の7秒がこれまでのベストです。最終目、ラッサさん9秒90、小山さんが9秒43。さあ、2周目、ラッサさん9秒45、小山さんが9秒33。さあ、ラッサさん9秒41、小山さんが9秒16。さあ、現在トップ、小山さんです。ラッサさんとの差が、0.9 秒。ここでラスタさんトップに変わっている2番手小山さんと2秒差です。1分経過、残りが2分。さあ、小山さんペース戻してきています。トップラスタさんとの差を縮めてきている 1.5 秒差。さあ、この周1秒差です。小山さん自己ベスト9秒14。さあ、ここで折り返しの1分半です。さあ、ラスタさん、このペースでいけば自己ベストを超える可能性あります。さあ、ラスタさん、ここで自己ベスト9秒35、このヒートの自己ベストですね、9秒35。さあ、時計は間もなく2分になります。残りが1分というところ。現在トップラスタさん13周目に入ったところ、それを追う小山さんがこれで同一周回 5.2 秒差。さあ、ラスタさんペースを上げてきています。ゴール予想19周4秒近辺と出ているので、自己ベスト3秒から4秒、更新しそうです。残りが40秒。さあ、ラッサさん自己ベスト9秒18、ゴール予想も19周3秒に上げてきている。残りが30秒。さあ、現在トップのラッサさんストレート入って抜けてきます。これで18周目、残りが間もなく10秒。さあ、ラストさん19周目に入った。あとは何秒で帰ってくるか、間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。ラスユータマツダゴール、レース終了です。マシンを回収してください。19周2秒。
小山さんが18周4秒でゴール、ラスタさんは5秒ほど自己ベスト更新してゴールしています。ここで組んだんで2回だけでいい勝負ですね。2回ぶつかったらスタートなんですよね。はい、それでは続けて予選1回目の2組目コースオープンします。プラクティススタート、高木さんのヒート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。前回21周の7秒を出しています。高木さんは20周の1秒がこれまでのベストです。なんか外れてたんですか。はい、言い訳が出てきます、整備部分。はい、1さん OK です。さあ今日一番速いタイムを出している1さん、今走っています。8秒779が今日のレースでのトップタイムです。10.08。はい、高木さんも今度は OK です。高木さん前回は20周1秒がベスト、内さんは21周の7秒がベストです。コースレコードは瀬谷さんが持っている22周の8秒です。9.53。11.27、19.52。9.09、9.12。8.98、9.10。9.0と。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順1さん、高木さんの順です。それでは3分間の予選1回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、1、3スタート、 DKG スタート。はい、計測開始しました。さあ1周目1さん8秒95、高木さん9秒30。さあ2周目1さん8秒93、高木さん9秒01。さあ1さん8秒92、刻んでくる。高木さんも8秒台、8秒92。さあ現在4周目トップ1さんです。2番手高木さんと 0.4 秒差。さあ1さん8秒885、自己ベスト。さあ1さんこの週も8秒台で帰ってきている。さあ1分経過、残りが2分です。トップは変わらず1さん、2番手高木さんと 0.9 から1秒差。さあ1さん8秒865、このヒートのトップタイム。さあここで折り返しの1分半です。トップの1さん自身が持つ自己ベストをわずかながら更新するペース、高木さんも21周狙えるペースです。さあ1さん8秒799、このヒートのベストを更新しています。
さあ現在高木さんが20周1秒がゴール近辺、ゴール予想なので十分21周狙ってこれます。おっとここで一さんがトラブったのか、トップ変わっています。高木さんです。一さん2番手 3.7 秒差。さあそして高木さん、ベストを上げてきてますね。これペース上がってきてます。残りが45秒。さあ高木さんこの時点でゴール予想20周0秒に上げてきた。さあ高木さんここでベスト8秒915、残り30秒。さあトップは高木さんに変わっています。2番手1さんと 3.8 秒の差をつけている。さあ残り間もなく10秒です。さあ高木さん20周目入った。1さんも20周目、間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。 TKG ゴール、はい、高木さんゴール、レース終了です。1さんもゴール、マシンを回収してください。高木さん自己ベストは8秒884、タイムは20周0秒6、1さんが20周の4秒でゴールです。高木さん自己ベストを更新してゴールしています。じゃあ予選の2回目としよう。5分後でもいいですか。10分置く。じゃあ5分後、45分スタートします。すげえ。怖え。今日朝起きてたらそのことしか考えてない。誰かおらせ。昨日ここ来てからでしょ。10分ぐらいフライングに入ったと思ったらもっとフライングしてた。予測しながらやんなきゃいけないですよね。はい、それでは予選の2回目始めていきます。コースオープンします。プラクティススタート。
プラクティス時間は2分、はい、コースをオープンします。出走ドライバーは小山十、那須雄太、松田。さあ現在予選1回も終えて、トップ高木さん20周0秒 2番手が1さん20周4秒、3番手がラサさん19周2秒、4番手小山さんが18周の4秒です。小山さん、ホンダ、はい、まだ取ってなかった。はい、OK です。プラクティス終了です。はい、今度は出走順逆になります。小山さん、ラッサさんの順です。それでは2回目予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。小山十スタート、那須雄太、松田スタート。はい、計測開始しました。さあ1周目、小山さん10秒50、ラッサさんが9秒22。さあラッサさんは2周目も9秒台で帰ってきています。さあラッサさんはとりあえずまず20周入れていきたいですね。さあ小山さん自己ベスト、このヒートのベスト10秒16。さあラッサさんトップ5周目入っています。小山さんがこれで同一周回 5.6 秒差。さあ小山さん自己ベスト、このヒートのベスト9秒84。さあトップのラッサさんストレートを抜けて8周目入ったところです。小山さんこのヒートベスト9秒09、トップとの差が 5.3 秒。さあここで折り返しの1分30秒です。現時点ではお互いベストを更新するという予想にはなってないようです。ただここ数周ラップ安定してきてますので、レース後半記録伸びてくる可能性あります。さあ時計まもなく 2分になるところ、残り1分です。さあトップラッサさんが13周目に入った。小山さん13周目、その差 4.7 秒。さあ残り45秒、ここでラッサさんゴール予想を19周に上げてきている。はい、どうも。さあ残り間もなく30秒。さあ先ほどはラスタさん19周何秒だったかな、19周2秒か。さあ残り間もなく10秒です。さあトップラスタさん今回も19周ゴール予想だが、先ほどで1回目はちょっと難しいかな。間もなく時間となります。さあラスタさん19周目入った。小山10ゴール、小山さんゴール。マシンを回収してください。19周5秒、小山さんは17周0秒でゴールです。今回タイムの更新はありませんでした。それでは予選2回目2組目コースオープンします。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは TKG13。
はい、予選2組目コースオープンしています。高木さんと一木さんのヒート。あ、一木さん乾電池終わってます。あ、充電バッテリー。同じ設定で、はい、はい、高木さん OK。 さあ、先ほど予選1回目は高木さん自己ベストを更新して今日の現在暫定トップ20周0秒を出しています。それを一さんが先ほどは20周4秒でゴールしています。8.95。 8.99。 はい、全車ポンダ OK です。 9.08。一さんが練習走行で今日のトップタイム更新しています。1周目から高木さんも1周目を除いて全て9秒台に埋まっている。あ、この週は9秒0 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は高木さん、一さんの順です。高木さん、一さんの順。それでは予選2回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1 DKG でスタート。13スタート。はい、計測開始しました。さあ、1周目高木さん9秒25、1さんが8秒85。さあ、2周目高木さん9秒16。さあ、1さんは今週も8秒台で帰ってきています。さあ、4周目に入ったところトップ1さんで、それを高木さんは 0.87 後方にいます。高木さん、ここで8秒台、8秒80。さあ、1さんは1周目から全て8秒台で回ってきている。さあ、現在トップ1さんです。2番手高木さんと 0.5 秒差。1分経過、残り2分。さあ、まもなく折り返しの1分30秒になろうかというところ、両者10周目に入っています。順位変わらずトップ1さん、2番手高木さんと 0.6 秒差。さあ、ここで折り返しの1分半、トップ1さんは今回20周0秒がゴール予想、高木さんも20周1秒近辺ゴール予想出ています。さあ、現在わずかながら1さん、このままいけば暫定 TQ 取れます。さあ、時計2分になろうかというところ、残りが1分です。さあ、高木さんがここで今日のトップタイムを更新、8秒75、トップと 0.3 秒差。さあ、残り1分です。ここで両者ともゴール予想20周の0秒と表示されています。さあ、1さん8秒82ベスト更新。さあ、このままいけば両者とも現在の TQ タイム超えてますね。ペース残り40秒。さあ、残り30秒、ここで1さんが21周ゴール予想を上げてきてます。高木さんも予選1回目の自身 TQ タイムを超えるペース、残り15秒。さあ、両者とも19周目走行しています。高木さん、これ20周目、1さんも20周目。
さあ、間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。TKG ゴール。赤木さんゴール。さあ、イチさんもう一周。0.5 秒残し。はい、終了です。マシンを回収してください。DQ タイム更新してきた。21周の8秒9。2番手高井さん、20周の0秒2です。最後出ればいいんじゃないですか。ここはね、追加できるかどうかがね、ちょっと。できるのかな。本戦だけでも追加できる。あ、はい、帰る。おい、あ、じゃあ向こうです。向こうです時間、はい、じゃあちょっと10分ぐらい間置きます。春樹さん、これアドできるのかな。ハルキさん、参加してみる、はい、や出る最後の予選、はい、じゃあちょっとポンダーだけ一回通してもらいます。はい、これですね、ハルキ。ハルキさん、モーターなんだっけ。モーターは、緑。おお、あとから追加できた。嬉しい。初めてだよ。ありがとうございます。それでは、予選の3回目、10分空けて5時10分スタートします。小山さん、ちょっと整備したいということで。
はるきさん10分で大丈夫充電が大丈夫はい。予選の3回目10分後5時10分ラスタさん、小山さん、春樹さんのヒートからスタートします。誰かリフェ終わったよ。リフェ、うん。小山さんリフェ。あ、そう？これ終わったよ。うん、はい、すみません。はい。
はい、予選3回目5分後、5時10分スタートです。消極的に攻める。小山さん、マジノート入ったの？いやマジノート。あまりなの。さっきあのラッカさん、あのなんかマハラジャ、六本木のマハラジャって まだあるんですか？あの場所じゃなくて、あ、別の場所で、ね、そう。ラッカさん、次はもう20周狙いですよ。20周。ミスらない。うん。頑張ってね、ラッカさん。はい、それでは時間になりましたので、予選の最後3回目始めていきます。ここから春樹さん参加してくれます、それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは那須雄太、松田、小山重、パルキー。
さあ予選2回目を終えてトップは1さんです。21周唯一出しています。21周の8秒これがトップタイム。高木さん2番手20周の0秒3番手がラッサさん19周2秒、小山さんが18周4秒、そして春樹さんがここから記録作っていきます。はい、小山さん OK。 はい、全車ポンダ OK です。 58.50。9.63。16.41。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。出走順、ラッサさん、小山さん、春樹さんの順です。それでは3分間の予選最後、スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、ラスユータマツダスタート、小山ジュースタート、ハルキースタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目ラスさん9秒72。ハルキさん8秒95。さあ、1周目大きく出遅れた小山さんだが、1周目は20秒台、春樹さん2周目も8秒台、8秒84、ラッサさん9秒33、さあ、春樹さん8秒76、ベスト更新、小山さん19秒台が今このヒートのベスト、ラッサさん9秒33がベストです。さあ1分になろうかというところ、現在トップハルキさんです。2番手ラッサさんと 5.2 秒の差を早くもつけている。小山さん、前ラッサさんと2周の差がついている。さあ、トップ変わらずハルキさんです。2番手がラッサさん 5.2 秒差ですね。トップと2番手が同一周回9周目で争っています。さあ、ここで折り返しの1分30秒。さあ、トップの春樹さんゴール予想20周2秒なので、このまま行くと総合3番手ということになります。時計残り1分です。小山さん自己ベスト10秒48、さあ残り50秒、ハルキさん前にマシンがいない中でどれだけペース上げてこれるか。現在のゴール予想は20周4秒です。2番手高木さんが20周0秒なので、ちょっときついのかな。さあ、ここでハルキさんは今日のトップタイム更新8秒69、小山さん自己ベスト9秒73。さあ、残り30秒切ってます。さあ、ものすごい勢いで春樹さんがペースを上げてきているが、残りが20秒。残り間もなく10秒。さあ、ラッサさんもは今回も19周は乗っけてきそう。現在18周目から19周目入ったところ、間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。小山10ゴール、小山さんゴール、ハルキーゴール、ハルキーさんゴール。レース終了です。このヒートのトップはハルキーさん20周2秒、ラッサさんが19周12秒、3番手小山さんが14周の1秒でゴール。
はい、それでは予選2組目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは13 TKG。 さあ予選現在のトップと2番手の選手出てきます。はい、高木さん OK です。10.70。はい、さあ今度は OK です。全車 OK。18。9.50。9.10。9.29。9.13。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順1さん、高木さんの順です。それでは予選の最後になります。スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、1、3スタート。 TKG スタート。はい、計測開始しました。さあ予選トップの1さんは今日唯一21周をマークした選手です。1周目9秒00、高木さん9秒89。高木さん9秒11自己ベスト。再三8秒台できた。8秒89。現在トップ1さんです。2番手高木さんと 1.3 秒の差をつけています。さあここでベストを出してきたのは高木さん9秒00。さあここで高木さん8秒台、8秒97、トップと 1.6 秒差。さあ1分経過、残りが2分。さあトップのマシン黄色の1さんが9周目に入った。高木さん同一周回、その差が 1.8 秒。高木さん自己ベスト8秒96。高木さん自己ベスト連発8秒91、トップと 1.5 秒差。さあここで折り返しの1分30秒、1さんが8秒81のベストを出しています。
そして一さん、今回も21周ペースと表示されている。さあ高木さん自己ベスト8秒88、現時点では高木さんは20周2秒近辺の予想と出ています。ただこの数周ずっと8秒台で来ているのでペース上がってくると思います。さあ一さんが14周目に入った。高木さんも今同一周回 1.58 の差、残りが1分。さあここ数周見ると高木さんの方がペースが速いです。しかし残りが40秒。残り30秒。さあ一さんが18周目、高木さん今18周目、その差が 1.3 秒。さあ残り間もなく15秒。さあ高木さん8秒79ベストを更新、その差 0.9 秒差まで来ている。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ一さんが一さんゴール、あここでゴール、レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。トップは1周0秒2、高木さんが20周1秒4でゴールです。決勝は5時半スタートにします。全員決勝、はい、10分置いて5時半。
話してればこういう感じで。はい、決勝レース5分後5時半スタートです。はい、それでは時間になりましたので、A メインの決勝レースコースオープンしていきます。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は立ち位置は予選の成績順で決めてください。出走ドライバーは1番 TKG パルキー、ラフユータマツダ、小山十。はい、1さんとラスタ3本だ、OK です。コースマーシャル、ボランティアやってくれます。
奥でいい。こっちが。はい、高木さん OK です。あと、春樹さんと小山さん。はい、マーシャル入ります。44.48。 はい、春樹さん OK です。 57.85。 10.39。 はい、ポーター電車 OK です。 28.55。9.26。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。前から1さん、高木さん、晴れさん。はい、それでは決勝レース8分間です、フライングに気をつけてください。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。トップで勝ちは1番ラッサさん、高木さん、春樹さん、小山さんの順。さあ2周目、高木さん2番手、3番手がラッサさん、4番手春樹さん、5番手が小山さん。さあこの中で1さん9秒03、高木さんが9秒15、春樹さんが1人8秒台、8秒87。さあ、イッサも8秒台入ってきた。8秒85。さあ、ラッサさん9秒69がベスト。小山さんが9秒57。高木さんが9秒04。春樹さん8秒83ベスト。さあ、現在2番手争い。高木さんと春樹さんの差が 0.8 秒差。高木さんはトップとは 1.7 秒差。イッサが逃げる格好になっている。さあ、1社早くも4番手ラッサさんをラップしようかというところ、試験を抜けるこの2台ストレート。はい、ありがとうございます。さあ2番手争い、高木さんと春樹さん 0.3 秒差です。小山さん9秒25。さあ4番手争い、ラッサさんと小山さん直接対決になっている。その差が 0.5 秒。さあ高木さんがここでミスした模様で、春樹さんが2番手に上がってくる。さあ春樹さん8秒79はこのヒートのトップタイム。トップ1さんを追います。 1.3 秒差。ラッサさん自己ベスト9秒36。さあストレートを抜けてくるこの2台が4位争い。ラッサさんと小山さん 0.2 秒差。その後ろからトップのマシンが来ます。4番手争いの後ろからトップの黄色いマシンに来ます。2分経過、残りまだ6個あります。さあ春樹さんちょっとロスがあったのかな。トップと 3.2 秒差。2分30秒経過。トップは変わらず1さん18周目入ったところ。今春樹さん18周目 2.9 秒差。高木さんが2秒差で3番手。4
番手ラッサさんは高木さんと1周の差があります。さあ、春樹さん8秒78このヒートのトップタイムを出しています。トップを追う 2.5 秒差。さあ、試験を向けてストレートに入る黄色いマシンがトップの内さん、今21周目、春樹さんも今21周目、 2.1 秒差、時計は3分を経過したところ、残りが5分。なんとか同一周回で追っていた小山さんだが、ラッサさんにラップされたのかな。されてます。されました。さあ、そしてトップ争い、イチさんとハルキさん2秒切ってきている。 1.8 秒前の周、この周が 1.6 秒差。さあ、時計は間もなく折り返しの4分になるところです。現在同時周回で争っているのはトップ争い、イチさんとハルキさんだけ、その差 1.3 秒。高木さんトップ集団と1周の差があります。ラッサさんは高木さんと1周の差、小山さんはラッサさんと2周の差がある。さあ、高木さんこれベスト8秒95。さあ、トップ争いがぴったりくっついている。この週 0.8 秒差。さあ、今日予選1回しか走っている春樹さん、ここでベスト8秒753、このヒートのトップタイムを更新している。さあ、その差 0.4 秒トップ争い、試験員を抜けてくるこの2台。5分経過、残り3分です。もうぴったり後ろついている。さあ、イチさんはこれまで持っている自己ベストを上回るペースですね。前回は53周2秒ですが、それを上回るペースで走っています。さあ、トップ争い 0.2 秒差。さあ、これベストを出したら高木さん8秒89。さあ、トップ争い 0.1 秒切ってきた、 0.09 の差。5分30秒経過。さあ、ラッサさんもこのまま行くと自己ベストを上回ってゴールしそうです。この中で自己ベスト今のところ上回る予想はイチさんとラッサさんです。ハルキさんは今回初戦なので、これが、記録の初めになります。高木さん8秒83自己ベスト。さあ、イチさんトップを守っています。まもなく6分半になるところ、この争いは43周目に入ったところ。高木さん42、ラッサさん39、小山さん36周目走行中、残りが1分半です。さあ、試験を抜けてくるこの2台がトップ争い、黄色のマシンとシルバーのマシン、その差がほとんどない 0.17 の差。おっと、ここで春樹さん仕掛けるが、さあ、時計は7分になります。残り1分。さあ、同じところで春樹さん仕掛けるが、おっと、これミス。さあ、一さん、これで楽になるか。その差が 0.9 に広がっている。残り45秒。30秒。さあ、イチさんとハルキさんゴール予想はお互い53と出ています。この週で51周目入ったところ、あと2周。さあ、残り20秒。
さあこれベストを出したのはラッタさん9秒31イッサもベスト8秒84残り間もなく10秒。さあ帰ってきます。これがおそらく最高級になるでしょう。さあハルキさん8秒75このヒートのトップタイム更新。さあここで8分小山10ゴールおーハルキーゴール13ゴールが終了です。やってハルキさんがマシンを回収してください。ハルキさんがトップのゴールです。2番手イッサンその差が100分の7秒差。3番手高木さんが52周4秒でゴール。ラスタさん48周3秒なのでラスタさんも自己ベストを更新してゴールしています。小山さんは44周0秒でゴール。最後もう最後ここ、うん、最後だった